願いします。代表、あの衆院選の出馬ですけど決断されましたでしょうか。ええ、まだです。市区長と決断されているんですが、一歩進んだということですか。じゃあどういう判断をしたとしてもきちんと対応できるように準備していくのができるやり方ですか。出る出ないの判断の基準というか、どういう場合に出る、どういう場合に出ないんですか。それはもう僕の心の中で基準がありますので、都構想を進めるためにということです。全ては僕の心の中に置いてます。交渉中の決断ということでよろしいですか。それぐらいにしないと間に合わないでしょうからね。今日まだでも首相もまだ解散って言ってないでしょ。それを首相が解散の表明をしてから、最後間に合うまでの間に判断をします。安倍総理が今先ほど臨時役員会で解散を明らかにした。あ、そうですか。もうまだ決断はまだ出しませんよ、まだこれからよく考えます